体が乗ってきますからね。初回から徐々にリードを広げています。まず大きく外れてボールになりました。力のあるまっすぐですね。インローのストレート、力バッターボックスには代打の太田。際どいコースですが外れました。ワンボールです。インコース低めのストライク。次が3球目。バッターは渡辺。さあバファローズはエースが登板ということになります。さあそのエースをイーグルス打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。さあまず1球目、際どいコースに送ってストライク。コーナーを突きます。ノーボールツーストライク。よく我慢しましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。初回から確実に攻めていきます。まずはボールから入りました。一塁ランナーはそのままです。ランナーが気になってなかなか変化球は投げれません。そのあたりをバッターが狙ってくるかと。ランナー三塁一塁。さあイーグルス先制のチャンスを迎えています。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには下鶴が入っています。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。ああなるほど。ここもアウトハイへ、ボールになります。緩いボール決まっています。膝元、ここは絶対抑えたい場面です。振り遅れることなくうまく打てましたね。初回立ち上がりを攻めた今のシーン、タイムリーが飛び出しました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。次が2球目、内へ、これは決まった。これが3球目。入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。まずは見送ります。ワンボール。2球目は何で来るか。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。さあ3球目は何か。3から2回バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。寺岡が2番手としてコールされています。大きく点差はありますが序盤からの登板ということになります。打席には4番バッタージョーンズ。大きなスイングですが空振り。外へのカーブ外れました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。これから4回バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。渡辺がマウンド上に上がっています。
バッターは吉田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。最初は変化球できました。直球で決めました。ボールになります。ファウルになります。マウンドに上がります。ここ打順は4番ジョーンズ。先ほどの打席は敬遠です。最初は変化球できました。いいボールですね。はい、低めのストレート、ストライク。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは鈴木。打席には6番バッター中川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズ、ダブルプレーでランナーなくなりました。3球目は何で来るか。スライダーできました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。イーグルス、ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の引き地。アウトコース見送っています。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。ファウルになります。ここは落としてきました。これもファウル。